変形には O 脚と言われる膝が外側に変形するものと X 脚と言われる膝が内側に変形するものがあります。 O 脚の方の場合は両膝が外に開いているため重心線が内側を通ってしまいます。反対に内側の筋肉が疲れにくくなるため筋力が弱くなり太ももの内側と外側の筋力のバランスが悪くなります。はい、こんにちは、バーチャル院長です。今回は変形性膝関節症、その中でも内反変形、いわゆる O 脚の方におすすめの内転筋トレーニングをご紹介します。今回のトレーニングは次のような方におすすめです。 O 脚が気になっていて膝に痛みがある方、体重をかけた時や歩行時に膝の内側に痛みがある方、よく太ももの外側が張って痛くなる方、歩き方が内股歩きやガニ股歩きの方、下半身が疲れやすくむくみやすい方。変形性膝関節症とは、加齢などに伴って膝への衝撃を緩和する関節軟骨がすり減り変形していく疾患です。変形には O 脚と言われる膝が外側に変形するものと X 脚と言われる膝が内側に変形するものがあります。今回は O 脚について説明していきます。 O 脚とは両膝が外側に開き、左右の足首をくっつけても膝の内側同士がくっつかず開いてしまう状態を言います。立った時に本来は足の重心は膝の真ん中を通りますが、 O 脚の方の場合は両膝が外に開いているため重心線が内側を通ってしまいます。そのため体重による負担が膝の内側に集中し痛みにつながります。また両膝が外へ開いていることで太ももの外側の筋肉が伸ばされて過剰に使われやすく、反対に内側の筋肉は使われにくくなるため筋力が弱くなり太ももの内側と外側の筋力のバランスが悪くなります。これに伴い太ももの外側が普段から張りやすくなり痛みが出たり、静脈やリンパの流れが悪くなることで足がむくみやすくなったり疲れやすさの原因にもつながります。これらを改善予防していくためには太ももの内側の筋肉をトレーニングすることが重要です。この太ももの内側の筋肉には内側広筋、内転筋群があります。内側広筋は太ももの前面にある4つの筋肉がなる大腿四頭筋の一つで、その中の内側についている筋肉です。内転筋群は恥骨筋、短内転筋、長内転筋、大内転筋の4つの筋肉からなり、股関節の付け根から太ももの内側、膝の内側にかけて走行する筋肉です。これらの筋肉の役割として、太ももを内側に引っ張る作用があり、膝の安定性や保護に関係しています。内側広筋、内転筋群を鍛えることにより、O 脚で膝が外へ崩れようとするのを内側へ引き戻す力が強くなり、膝の内側にかかる負担を軽減させることができます。今回は立って行うものと座って行う内転筋を鍛えるトレーニングを2つご紹介します。以前ご紹介した内転筋トレーニングとは異なり、今回は簡単な動きで運動強度をご自身で調節できるため、痛みが強い方にもおすすめです。もし痛みが出るようでしたら、力の入れ具合を変えてみて、無理のない範囲で行いましょう。また、以前に太ももの外側の組織、長径靭帯を伸ばすストレッチをご紹介しています。こちらもぜひ今回のトレーニングと合わせて行ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは、始まります。立って行う内転筋トレーニングです。太ももの内側に物を挟んでトレーニングを行います。ボールやクッション、丸めたバスタオルなどを準備してください。今回は丸めたバスタオルで使っていきます。
それではトレーニングを始めていきます。背筋を伸ばし、まっすぐに立ちます。次に丸めたバスタオルを太ももの間に軽く挟みます。挟んだ際にバスタオルが簡単に抜けてしまう場合は、もう一回り大きいものか、もう一枚タオルを巻いて分厚くしましょう。バスタオルを挟み、足を閉じるとバランスが取りづらい方は、少し足を開いたり、何かにつかまったりして体を支えながら行ってください。そのまま挟んだバスタオルを押しつぶすように太ももの内側に力を入れましょう。2秒でバスタオルを押しつぶし、力を抜くのを繰り返します。太ももの内側に力を入っているのを確認しながら行いましょう。太ももの内側に力を入れた際に痛みが出る方は、軽く力を入れるように調節し、痛みがない範囲で行ってください。ボールやクッション、丸めたバスタオルを挟む際は、両膝関節の間に挟まないようにしてください。膝に物理的なストレスが加わり、痛みが出る可能性があります。膝ではなく太ももの内側に挟むようにしましょう。バスタオルを押しつぶす際に体が丸まらないように注意しましょう。体を丸めると内転筋に力が入りづらく、見せかけの運動になってしまいます。体はまっすぐに伸ばしたまま、太ももの内側でバスタオルを押しつぶすことを意識しましょう。バスタオルを押しつぶす際、膝が曲がり内側に入らないようにしましょう。膝の内側に負担がかかり、痛みが出る可能性があります。膝、つま先はまっすぐ正面を向け、膝を伸ばしたまま太ももの内側でバスタオルを押しつぶすようにしましょう。この動作を10回1セットとし、1日3セット行いましょう。連続で行う必要はないので、朝昼夜と分けて行うのも良いです。内転筋を鍛えることで、体重がかかった時に膝が外側に引っ張れるのを防ぎ、安定して支えられるようになります。実際にトレーニングを行う際は、上の実践編動画をご覧ください。座って行う内転筋トレーニングです。太ももの内側に物を挟んでトレーニングを行います。ボールやクッション、丸めたバスタオルなどを準備してください。今回は丸めたバスタオルを使っていきます。それではトレーニングを始めていきます。椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばします。足は肩幅に開き、つま先は正面を向けましょう。バスタオルを太ももの内側に挟みます。太ももでバスタオルを押しつぶし、太ももの内側に力を入れたまま、3秒かけて両膝をまっすぐ伸ばし、3秒かけてゆっくり下ろします。太ももの内側に力が入っているのを確認しながら行います。両膝を伸ばす際、体が後ろへ倒れないように注意しましょう。体はまっすぐ伸ばしたまま、太ももの内側に入れた力が抜けないように両膝を伸ばします。伸ばした両膝は
下ろす際にストンと下ろさないようにしてください。バスタオルを押しつぶす力は抜かないように3秒かけてゆっくり下ろしていきます。両膝を伸ばしたり下ろしたりする際、太ももの内側に入れた力が緩まないように注意しましょう。バスタオルを太ももでしっかり挟み、内側に入れた力が抜けないように行っていきます。この動作を10回1セットとし、1日3セット行いましょう。膝を伸ばした際に痛みが出る場合は、膝を伸ばす角度を変えてみてください。痛みのない範囲で行います。椅子に座った時はテレビを見ながらでもできるので、継続的に行っていきましょう。実際にトレーニングを行う際は、上の実践編動画をご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は変形性膝関節症で O 脚変形のある方に有効な大転筋トレーニングをご紹介しました。 O 脚は放置すると変形を悪化させる誘因になったり、膝の痛みを助長させる原因にもなります。また股関節や足首など他の関節にも悪影響を及ぼすため、早めに対処することが必要です。 O 脚にある痛みはすぐに改善するものではないため、今回のトレーニングとストレッチを日常的に行っていくことで、少しずつ痛みが軽減していくのを目指しましょう。今回もご視聴ありがとうございました。モリックチャンネルでは今後も様々なリハビリ動画を作成していきます。もし気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。